へえ、剣が使えない隊長さんかい。ああ、任せとけ。2分で片付ける。まあ、ガンダムシードの新作にこうやって、まあ、その声優として出れるってのはすごく嬉しいですし、本当にありがたいなと思いました。闇に落ちろっていうセリフがありまして、まあ、そのワードが結構キャッチーで、何回もちょっと取り直したりとかして、なんかそこだけは決めに行きたいねっていう話もさせてもらったセリフでもあるので、そこは結構印象的に残ってます。闇に落ちろ、キラヤマト。やはり声だけってのは難しいなってのは本当に思いますね。こう自分が乗せてるつもりでも、意外とこうスピーカー通して聞いてみると全然違ったりとかする部分とかもあって、なんか音楽でのレコーディングに少しちょっと近いのかなとか思いつつ、その演出されたものに対してなんかもうそのまま直球に返していくっていうことしか僕らはまだできないんですけど、とにかく一生懸命やりました。本編が全編出来上がる前のガンダムの絵を見てるだけでもちょっと僕は興奮するんですけど、パイロットのこう表情のアップでこう、なんていうんですかね、パイロットスーツをこう着てるその人物にこうアップで寄っていく絵とかやっぱりあるので、なんかそこはまあ一種僕もちょっとガンダムを見て好きになった人間でもあるので、なんかそれを、あ、自分の声がそこに乗るんだって思うと、なんか最初ちょっと興奮してましたね。いや、でも難しかったんですけど、もう仕上がりがちょっと楽しみではありますね。ガンダムシードフリーダムですね、まあ、皆さんもうガンダムファンならではのこう期待裏切らないところもたくさん詰まってると思いますが、まあ、僕当初からすごく最近見直して好きになったセリフが一個あって、そのセリフもちょっと載ってたりとかして、僕としてはおお、これをまたこれで聞けるんだとか思うとなんかすごく興奮するんですが、まあ、とにかく本当に最高の作品に仕上がってると思うので、ぜひですね、何回も劇場の足を運んでいただけたらなと思います。